ポナンザはコンピュータ将棋のソフトウェアである。2016年頃までは1文字目の P も小文字にしてポナンザと表記していた。メイン開発者は山本一世。山本は学生時代に大学将棋界の競合として知られる東京大学将棋部に在籍しアマチュア5段の気力を持つアマ競合である。東京大学在学中に留年した山本が これを機会に何かに挑戦しようと決めた際、苦手意識を持っていたコンピュータを得意な将棋をテーマに克服しようと取り組んだのが開発のきっかけであった。2013年の第1回連合トーナメントより2017年の第27回世界コンピュータ将棋選手権まで下山明が共同開発者に加わる。下山は第21回。 第22回の世界コンピュータ将棋選手権で連続して決勝リーグに進出した競合ソフト、ブランダーの開発者であった。2017年の第5回電王トーナメントでは下山が開発陣から外れ、新たに第27回世界コンピュータ将棋選手権に出場した岩将棋の開発者であった大当たり勝美が共同開発者に加わった。プログラム名は 評価関数の学習手法を参考にしたボナンザに由来する。開発当初は山本が6枚落ちで指しても勝てるほど弱く世界コンピュータ将棋選手権に初出場した2009年の第19回大会では一時予選参加24チーム中13位で敗退している。しかし2年後の2011年第21回大会で初めて決勝リーグに進出し、 競合ソフトの一角を占めるようになると、2013年には第1回将棋電王トーナメントを、2015年には第25回世界コンピュータ将棋選手権を制覇し、両大会を共に制した初のソフトとなった。また、将棋クラブ24の最高レーティング記録も保持している。将棋ウォーズでは対局中に、ポナンザに代わりにコテ児童で指してもらうことができ、これは、 奇心召喚と名付けられている。開発者の下山は最前種にはほど遠いと思いますよと答えている。なお市販バージョンとして、将棋新世紀ポナックスが2014年5月30日にマイナビより発売されたが、GUI 部分のバグが非常に多く、バージョンアップでの対応も困難と判断されたことから、わずか2週間後の同年6月13日に、 製品の回収及び返金が発表された。2017年の第27回世界コンピュータ、将棋選手権では、プリハードネットワークスのライブラリー、チェーナーを利用して、ディープラーニングを導入した、ポナンザ・チェーナーとしてエントリーし、桜インターネットのクラウドサービス、高火力コンピューティングによる CPU1092 コア、 GPU128 機をハードウェアとして揃え、開発陣は山本、下山に加え PFN から6名、桜インターネットから2名を加えた10名に膨らんだ。ポナンザは、世界コンピュータ将棋選手権及び、将棋電王トーナメントの両大会で2015年から連覇を続けていたが、この大会では優勝したエルモに二次予選と決勝で2戦して2敗し、準優勝に終わり、連覇も止まった。 2017年11月の第5回将棋連王トーナメント終了後、山本がポナンザの引退を表明した。2018年2月、ローソンの LINE 公式アカウントにポナンザとの対局機能が実装され、ローソンの公式キャラクターであるローソンクリューアキコちゃんと将棋で対局ができるようになった。なお強さは最新版のポナンザ搭載のため、過剰に強いという。 ポナンザによる独創的な指し手や戦法はポナンザ流と呼ばれ、現在ではプロ騎士にも採用されており、ポナンザは人間の教師という面も持っている。2013年に出場した第二回将棋、電王戦において佐藤真一四段を141手で破り、コンピュータが初めてプロ騎士に平手で勝利した。 2012年12月15日に行われた記者発表会で山崎バニラが騎士開発者双方に今回はソフトは貸し出されるかどうか質問した佐藤慎一四段が家で研究するときにソフトがあればすごくいいなと思いますけどどうなんでしょうかと尋ねたところ山本一世は基本的に勝負なので嫌ですと返答しポナンザについては貸し出されないこととなった 後のインタビューで、山本は自分は病的なほど負けず嫌いと語っている。2014年に出場した第3回将棋、連合戦では屋敷信幸球団と対局を行い、130手で破った。山本は2013年11月11日のブログで、自走のポナンザと純粋なポナンザとの対局結果は430勝522敗だったが、 対人戦で研究にはまらないためには、やむを得ない、ポナンザとブランダーで交互に刺すこともできたが、屋敷球団の強さを考えてやめた。今回のポナンザの強さは、クラスターが使えないことを差し引いても、第2回電王戦で佐藤新一四段と戦ったポナンザより強いと、コメントしている。2015年に出場した、将棋電王戦ファイナルにおいて、村山寿命七段と対局を行い、 97手で勝利。5回に1回は、定石ではなく自分で考える、相当面倒くさい設定にされており、序盤で36比という村山の研究外の手を指し、村山の読み筋を外して優勢に持ち込んだ。サポートの西尾明六段は、同一局面で3%の確率しかない手だったと、コメントしている。村山は、対局前のインタビューで、 やってくる作戦が全然違い、プロの公式戦では出ない形が多い、第3回よりもやりにくい。前はいろいろカードがあったが、今はどれもしっくりこないと答えていた。村山は、ポナンザとの練習対局の勝率について、第3回電王戦、バージョン、ポナンザに対しては、1割、2割、電王戦、ファイナルバージョン、ポナンザに対しては、1割なかったと述べている。 2016年に出場した第一期電王戦で、明王戦覇者の山崎隆之八段と対局を行い、第一局は85手、第二局は118手で勝利、対プロ棋士への連勝を後に伸ばした。橋本高則八段は、ポナンザがプロ棋士にご連勝したことについて、アホみたいに強いと褒めている。作者の山本は、第一期電王戦、バージョン、ポナンザは、 電王戦、ファイナルバージョン、ポナンザに7から8割ぐらい勝てる。また2013年の電王戦に出場した GPS 将棋よりも確実に強いと発言している。山崎孝之は練習対局でのポナンザの印象を聞かれて自分の認識よりもはっきり進んでたというのは正直感じてますと答えている。二千十七年に出場した第二期電王戦で、第二期、 アキラ王戦覇者の佐藤アマヒコ名人と対局を行い、第1局は71手、第2局は94手で勝利。コンピュータ対タイトルホルダーの公式対局は2007年の渡辺、アキラ竜王対母南座以来10年ぶり、将棋伝王戦としては初となった。将棋伝王トーナメントでの優勝インタビューで作者の山本は今年は頑張りました。ギリギリまで改良して、 去年の電王戦バージョンに9割勝てるようになってましたと発言している。佐藤は今回自分がポナンザと戦うことになりました。前回のバージョンに9割勝てると聞きましたがなかなか実感が湧きません。大変な戦いになるとしか思えず挑戦者の気持ちで戦いたい。コンピューターに詳しい騎士の協力を得て本番に臨むつもりですと答えている。サポート騎士は 長瀬拓也六段、長瀬はポナンザとかですと強いながらも癖があると思いますので、はい、そこら辺を掴んで数をこなせば勝つ自信は当然あるので、自分はまだコンピュータに勝てると思っているので、やっぱり先生に出ていただくということで力になれればいいと思ってましたし、やっぱり一番勝つ可能性が高い騎士が佐藤名人だと思っておりましたのでとインタビューで答えている。 ポナンザにおける駒の価値、第2期で王戦バージョン。ポナンザ・チェーナーは2018年以降世界コンピュータ、将棋選手権には出場していない。ありがとうございます。